はい、それでは本日のですね、私高橋がですね、実際まあ何を着て、それから、どんなコーディネートでなぜそのアイテムを選んだのか等々ちょっとお話をさせていただきたいと思います。まずですね、今日は珍しくと言いますか、最近ここに登場するときはモックネックの、ニットスタイルというのが非常に多かったんですけど、今日はシャツでタイドアップをしております。でスーツの方が米国の結構しっかりめの、フランネルですね、ブレンチェックの中に、ブルーのペンが入っているんですけども、割とそのグレンチェックの、コントラストといいますか、印象は結構強めの中に、ブルーが、入っております。で全体でちょっと見ていただくと、このような雰囲気になっているので、一般的なのに、グレンチェック、とうとうあるんですけど、クラシックな方に入るかなと、思います。で割とこうしっかりめの、500g ぐらいなので、結構ずっしりとした感じなので、割とそのリングジャケットが最近こう展開しているようなカシミヤですとかシルクですとかっていうのとはまたちょっと違うベクトルの、生地かなと、思います。それを、今日は白シャツ、それから、このネクタイもリングジャケットナポリで、シャツもリングジャケットナポリのタイプなんですけど、ネクタイも、画面上ではネイビー、肉眼だとちょっとこうグレーにも見えるしネイビーにも見えるしっていうところでややこう起毛しているので、このフランネルのスーツにぴったりかなと思って選んでおります。最近そのジャケットスタイルの時は、ベージュ&グレーであったりとか、割とこう薄いカラーリングでまとめるということが非常に多かったんですけれども、やはりこうタイドアップする時は何か結構ちょっと今日は気分的にはストイックにまとめたいなという形だったので、ここにベージュであったりとか、淡い色も着てもいいんですけど、今日はこういうちょっとこうダーク系でグッとこう首元を締めるような感じでやっています。で、本当に今こういうスタイルで、今回注目はスーツももちろんいいんですけど、シャツやっぱりこう最近私もニットが多かったので、ニットの手軽さ楽さ等々もありながら、そちら非常にこう多かったんですけども、やっぱり改めてリングジャケットナポリのシャツはすごくやはりいいなというのはやっぱり着て思いました。でディティール的にもすごく結構満載なんですけども、割とこの片山の伊勢であったりとか、背中のこのヨークのこうギャザーであったり、でやっぱりこう着てるとこのカフスであったりとか襟のこの中に入ってるこう芯が非常にこう柔らかいので、肌当たりもこうすごくいいですし、なんかこうディティールも相まってか、なんかこう着てる満足感みたいなところは非常にこう、個人的にはこう感じるかなと、思いました。なので割とモックネック推しではあるんですけども、シャツもいいですよというところで、いよいよ10月に入ってきて、気温もちょっとずつこう落ちてきているので、今店頭に実際いらっしゃっていただいているお客様なんかは、もう本当にこう衣替えというか、次はじゃあ何にしようかという形で見に来ていただける方が多いのかなと思うので、モックネックのニットももちろんいいですし、もちろんそれ以外のタートルネックですとかフルのたくさんご用意してますし、あとやっぱりシャツいいですよというところで、それぞれちょっと何か今年は何を着ようかなと考えながら、一度ちょっと足を運んでいただいてもいいかなと思いますので、またお待ちしております。